ズイアール・アサトは、カスピ海南岸、主に、イラン北西部ゴルガーン地方から、マーザンダラーン地方を支配していたイスラム王朝。第二代君主はシュムギンイルの第に流生したため、ワシュムギンイル家、ある、アイ・ワシエンゲアとも呼ばれた。927年に、初代君主マルダーウィージュが、同地域を支配していたシーア派政権のアリー朝を、駆逐して樹立した。最盛期にはこのゴルガーン、 タバリスタン地方だけでなく、カスピ海沿岸の西に隣接する、ギーラーン地方やアルボルズ山脈南陸の霊や、クーミス地方にまで勢力を拡大した。第四代君主カーブースは、アラビア語詩人としても巧妙で、学芸の保護者としてよく知られた君主であった。ガズナーサの襲撃で、マーワラ・アンナフルを追われたイブンシーナーは、カーブースの宮廷に、被護を受けるためゴルガーンへ赴き、 ビールーニーも一時使えて古代民族年代記を検定している。このように10世紀頃のゴルガーンを中心とするズイアール朝の宮廷はサーマン朝の首都ブハーラーやブワイフ朝の例、ホラズムなどと並ぶイラン高原から中央アジアにおけるイスラーム社会の文化的中心地の一つであった。しかし、 このカーブースの時代にダイラム地方からイラン高原へ進出してきたブワイフ長との構想に、敗れ、イラン高原への影響力を失った。さらに、東方のガズナーサからの圧迫もあって、急速に推備し、第六代君主アヌーシールワーンの治世にはついに、ガズナーサに、ゴルガーン、タバリスターンの領土を併合されるに至った。その後、ズイアールアサの当主は、カイカーブースとその、 息子ギーラーンイコールシャーの存在が確認されているが、ギーラーンイコールシャーを最後に、以降の系譜は断絶している。なお、第7代の当主カイカーは、着手ギーラーンシャーに当てた全44章からなる、君主としての貧困を解いた、随筆、漢文学、カーブースの章を表しており、ペルシア語三文文学の古典的傑作として有名である。マルダーウィージュ、ブンズイヤールはシュムギール、 分アーるビフストゥーン。文はシュムギールカーブース文はシュムギールマヌーチフル。文カーブースアヌーシールワーン。文マヌーチフルカイカーブース。文イスカンダルブンカーブース文はシュムギール。ギーランイコールシャーブンカイカーブース。ありがとうございます。